ハイウェイスターチャンネルプレゼンツ、石田陽子100の質問ということで、早速答えていきたいと思います。よくぞここまで歌を歌ってきてるなというところで、誰が褒めなくても最後まで自分は石田陽子というアーティストを褒めたいなという存在です。後悔ね、あんましないんですよ、めんどくさいから。とにかく生きてさえいれば強くなれるかなというところで、はい。石田陽子です。もともと太陽のようなので、太陽のようにこう明るい子みたいな。ニックネームは、ずっと募集中なんですけど、影山さんとか奥井さんとかからはダーって呼ばれてます。10月7日です。あ、最近JK になった娘から化粧 のメイクのパレットもらったんですけど、もらったおかげでちょっとメイクする気になったので嬉しかったです。新潟です。酒がうまい。 A 型、まあ、いい意味で適当。長所はあまり落ち込まない。とはいえすぐ落ち込む。ストレス発散法は夜更かし。オートミールを食べることにハマってます。右。チャームポイントは耳ですかね。耳立ってるんです。耳がよく聞こえる。好きな食べ物は魚卵です。苦手な食べ物はわさびです。娘からはポテトサラダがすごい美味しいって言われます。好きな色は最近黄色。春。犬。自分はやらないんですけど、見るのは結構野球好きです。なんかこうラフな感じの、こういう感じの。いっぱいあるんですけど、でも行ったことない国に行ってみたいですね。つまみ。最近私こう人生で初めて推しができたんですけど、その推しの YouTube をよく見ております。なんだろう、相棒。あれほら、食べ物のガチャ集めてます。夜型。もう絶対虫ですね。虫。ごめんなさい。ステージの前は袖でこうスタンバってる時に、袖にいる人たちともうみんなと握手してこうパワーもらうみたいなのはやったことあります。めっちゃインドア派。いや、なかなかいろんなことが続かないタイプなんですが、まあでもお歌の活動ですかね。もう二度寝の時もう最高。あれですね、もう年を取ってくるとですね、どんなことでも涙するんですよね。昔よくテレビとかお母さんと見てて、よくお母さんがすぐ泣いて、お母さん泣いてるって思ったけど、最近もうそれが私が今お母さんの立場で。あ、気持ちがすごいわかります、最近だから。なんかいろんな人に助けられては来てるんだけど、恩人難しい。私の担当マネージャーはあったんです。今後についていろいろ話したい。あー、人
つでしょ。これ難しいですけど、いや本当に私虫は嫌なので、虫よけスプレーみたいなやつ。でもなんかやっぱ空って飛んでみたいですよね。空からこうパタって着地をしてみたいっていうか、こうちゃんとトンってやってみたい。そんなどんな能力これ。なんかコナン君とかいたらすごい事件解決してくれて、なんかこうコナン君がやるいろいろあるじゃん。なんかスニーカーでフィャーって行ったり、なんかなんだっけ、こうピシッピシッってやってグーってなったりするやつとか、全然説明なんかそういうのをこう事件解決するところを見たい。何にも考えずに気づいたら進んでいたので、ちょっと何してたろう、何だろう。でも意外と音楽の道に進んでなかったら、もうなんか無職でずっと家にいて、なんかダメだったかも。ダメな人、もうただ毎日お酒飲んでダメな人だったかも。でもこう元気になったり勇気づけられたりするところですかね。あ、私大体結構車運転してる時によく聞きます。あ、もうほんとこのいいですか、もう推しの曲を。もう推しうるさい今日。推しの曲をよく聞きます。自分の曲だったらやっぱり安女神様のオープンヤーマインドっていう田中康平先生が作ってくださった曲が難しいと思います。結構昭和歌謡とか好きで歌ったり、あとうちの母がこれ絶対上手だねって言って太鼓判をしてくれたのはタッチ。私の曲を歌うときは何ですかね、結構キー高めかなと思うので頑張る。ん？頑張る。でも音楽始めたきっかけはもうデビューです。私の場合はずっとデビュー前は特になんかしてたわけではなかったので、よかったこと、そうですね、やっぱりこう出会わなかったであろう方々にこう音楽を通じて会えたことですかね。会えていること、杉山清隆さんです。杉山清隆さんです。杉山清隆さんです。尊敬する、尊敬してますよ。私やっぱりアニソン界で一応私30周年を去年迎えたんですが、全然まだまだペーペーだなっていうくらいたくさんの先輩方がいらっしゃって、もう本当に皆さん尊敬してます。本当に堀江光子さんとか影山兄さんとか、もうすごいなって尊敬してます。あー、そうだな、音楽とは自分もこう生きていく上での応援歌みたいな感じですかね。私大体曲線が多いので、曲があっての、ちょっとこうパズルをはめるみたいな、ピースをこうはめるみたいな感覚で、最初にちょっとこうキーワード出してからの膨らましていくみたいな感じですかね。じゃあ自分のだったら、愛より青しっていう作品の永遠の花っていう曲があるんですけど、そのシングルのジャケットがなんかこう地球みたいなところになんかこうやってるんですけど、もう本当に綺麗にしていただいて、綺麗なんですよね。よかったなってよくぞここまで歌を歌ってきてるなというところで、ある意味褒めたい存在
誰が褒めなくても最後まで自分は石田陽子というアーティストを褒めたいなという存在です。仲のいいアーティストさん、そうですね、結構皆さん一緒に飲んだりとかする仲間が結構多くてこれ名前あげていっちゃう感じでいいんですか。こちらの事務所の橋本美由紀さんとか美里亜紀さんとか、クーリエのリノさんとか、アイリさんとか、まあ大体みんなワインが好きなアーティストが仲いいですかね。もうこれは本当になんかライブとか見に来ていただいて、今日本当に来てよかったですとか、すごいなんか元気になれましたって言われたら、もうやっぱ一番嬉しいですね。人前で初めて歌った曲はなんだろう。でも多分デビュー前に先輩のライブとか、それこそ影山さんとかのライブだったかで歌わせ、何かカバーだったと思う、まだデビュー前だったので歌ったと思うんですけど、なんだろう、覚えてないですけど、誰かの歌、初めて作った詩は、プチプリユーシーっていうアニメがあったんですけれども、そのエンディングテーマの言えないからっていう曲があって、奥井雅美さんが曲を書いてくださって、私が初めて作詞をさせていただきました。なんかやっぱりこう降ってくるとか浮かぶとかよく言うじゃないですか。私あんまりこう降ってこないタイプなんですよね。自分でこうなんかこうも探りに行くタイプなので、あんまりこう浮かぶっていうことはないんですが、まあ、強いて言うなら、なんか寝るときにふーってちょっと目つぶったら、あって思って、次の瞬間にはもうシャボン玉のように消えてしまうっていう、なんかそんな感じです。これはまた違う意味で難しいですね。思い出はありますもんね、どれも。そうですね、まあ、もちろんどれも見てますし、どの作品のファンでもあり、歌を歌わせてもらってるんですけど、まあ、ストライクウィッチーズっていう作品はもう16年とかずっと一緒にこう共に歩んでいる作品なの で、声優としてもちょっと恥ずかしながら出させていただいたりして、思い出深い作品です。2000年くらいに、古いね、もう24年前だってことに今気づいた、2000年ぐらいにパラパラマックスっていうアニソンを全部ユーロビートにして歌うっていう、こうノンストップリミックスアルバムみたいなもののボーカルをやったんですけど、それを歌わせていただいたことで結構海外に行くことになって、割とそれが一番の転機だと思います。まあお仕事で海外に行けるかな、かな。なんかでも普通にシンプルに、なんかお手紙とか頑張ってくださいみたいなお手紙もらったりするした時嬉しい。私ね、実は楽器が弾けません。偉そうに言うことじゃないんですけど、音符が、楽譜が読めません。なので新しく弾いてみたい楽器はもう山ほどあります。弾けるもんなら何でも弾きたい感じですね。ピアノで弾き語りとか、ちょっと何回かやったことあるけど、本当にライブでそれ私がやったら、みんなの寿命が縮んだことがあるので、ちょっと皆さんを安心させられる弾き語りを、ピアノの弾き語りとかをしてみたいです。そうですね、
まあ、やっぱ日々声を出すっていうことだと思うんですけど、あとこううまい、私うまいと思って歌うとか、高いなって思わずに高い音を出してみるとかなんか気持ちの考え方みたいな感じかな。私の場合はなんか最近ちょっとこう講師をやらせていただいてるので、人に教えることによってなんか自分がちょっとまた上達してきたような気がしています。灼眼のシャナっていうアニメの作品があるんですけど、そのエンディングで赤の静寂っていう曲があって、それ作詞した時に本当に時間がかかって、出しても出しても OK がもらえずかなり苦労しました。でタイトルも、もうタイトルが一番何出してももうちょっとなんかないですかって言われて本当に大変でした。20年は前だと思うんですけど奥井雅美さんがそれこそまた作ってくださった曲で、なんだっけな、アニゲマスターっていうラジオのテーマソングとしてパワーオブラブっていう曲があったんですけど、おたっきー佐々木さんっていう方と一緒に共作で作詞をさせていただいて、なんかそれ2人で書いたんですけど、なんかすごい楽しくてあまり時間がかからなかったような気がします。最近ね、あんまりもうなんかね、気絶したように寝ていてあんまり夢を見ないんですよね。もうね、眠くてしょうがないんですよね。いつでも眠りが深いと夢見ないですもんね。あんまり最近の夢見ないです。気づいたら朝。私一番好きなシングルって言った推しのタペストリーっていう曲が、私の幸せな結婚っていう映画の曲なんですけどそれはもうなんか4回くらい見ました。最近しないんです。偉くないですか。幼稚園の時の卒園の時のこう夢ありますかみたいな欄にはひらがなでパイナップル屋さんって書いてありましたパイナップルしか売ってない一番最初のドラゴンボールめちゃくちゃ見てました。本当にドラゴンボール探しに行くやつ、もう大好きでした。よく見てました。よく自転車で駄菓子屋さんとかに乗りつけて駄菓子を買って遊んでました。習い事、意外とやってたんですよ。あ、なんか私エレクトーン習ってましたそういえばエレクトーン習ってたような気がしました。今あ、弾けるかもしれない、弾けるかもしれないね。そう、エレクトーンやってた。あと絵を習ってました。あとね、ソロバンもやってた。お、すごい。あ、得意科目はないです。苦手科目は体育と家庭科。コツコツとスケジュールを立てるのは大好きなんですけど、やらずに一気にやる派小学校の時は合唱部でした。中学はバドミントン部。学生時代の思い出あんまりないかも、覚えてないかも。喫茶店のキッチンに入ってデザートプレートとかを作ったりした、アルバイトしたことがあって、なんかそれはすごい楽しくって、なんか家でも作ったりしてました。子どもの頃から変わってる。なんか多分その時は挫折だなと思うんだけど、割と立ち直りが早くってすぐ忘れちゃうので、あったかもしれないぐらい。多分ちょっとここでは語れないようなことなども。でもまあね、どんなこともね、とにかく生きてさえいれば強くなれるかなというところで、はい、
後悔ねあんまりしないんですよ、めんどくさいから。学生時代私英語とかも全然わかんなくて、でも今こうなってみるともっとちゃんと英語を勉強しておけばよかったなって思います。英語の勉強をしたい。じゃあ一つ大きなことを言いますね。ディズニー映画の曲を歌ってみたい。バンジージャンプとかやったことないけど11月の頭頃に、31周年のアコースティックソロライブをやります。詳細は X などでチェックしてください。10年前、ちょっと運動した方がいいよって言いたいです。10年後は楽しく飲んでる？そうですね、やっぱり去年コラボをさせていただいたのが思い出に残っています。特に早急のファンファーレをなんと歌姫8人で歌うという、あれはもうめちゃくちゃ楽しかったです。私結構ハモリパートが多かったんですけど、ハモるの大好きなのでめちゃくちゃ楽しかったです。そうですね、やっぱりその日ならではのこう今までコラボしたことない、曲とか人とかなんかいろんな組み合わせでも見てみたいし、自分も、まあ、コラボですかね、やっぱりね楽しいですよね。他の参加者の方たち の, あの衣装とかめちゃくちゃ楽しみで注目してます。渋谷はエッグマンがあるじゃないですか。で私多分高校生の時に影山さんのライブだったか、なんかライブをそこで先輩がやるからおいでよって言われて、高校生の時に。でエッグマンって知らないから、なんか新しい戦隊だと思ってなんかワクワクしながら行ったんです、渋谷に。そしたらライブハウスだったっていう思い出。はい、まあ、31周年を私個人的には迎えてるのですが、またこう新しい石田陽子がまた皆さんにお届けできるように頑張ります。そうですね、東京はどの駅で降りても必ずこうお祭りみたいなことやってるんじゃないかってずっと思っててでもそんなことないじゃないですか。なんかね、もちろん路線の駅によっては住宅街だったりするんだけど、あ、こんな駅もあるんだと思って、もう全部の駅が渋谷みたいなイメージで上京してきました。どんな気持ちで、なんか流されないようにしようと思って、なんかしっかりした気持ちで生活しようって思いながら、ドキドキしながら上京しましたよ、みゆきさん。はい、チヒとはよく一緒に海外に行くことが多いんですけれども、最近ちょっとご一緒することがなくて、久しぶりに一緒にどこかへ行けるとしたらどこの国に行きたいですか、そして何したいですか。チヒ、久しぶりにまたゆっくりお話ししたいですね。元気？質問こんな感じで、なんか大丈夫でしたかね。ちょっと適当さが前面に出てしまったかもしれないんですけれども、これからもこんな私を応援よろしくお願いします。ということで、石田陽子100の質問でした。またね、ありがとうございました。